どうもこの動画ではセルジオ・ペディスサスパトリシオ・ピット・ブルの勝敗予想をしていこうかなと思います。これね、日本時間の6月17日の土曜に行われるベラトール297での一戦ですね。バンタム級のねタイトルマッチですよね。まあ、普段のの、ね、ベラトールのタイトルマッチよりも、だいぶね日本人の注目度は高いんじゃないですかね。まあ、片やね堀口教授に 劇的な勝利をして、まあ、王座を防衛したものの、えー、膝かなんかをね確か怪我して前十字やったんかな、まあ、結構でかい怪我してそっからねおよそ1年半ぶりの、まあ、復帰戦となるセルジオ・ペティスそしてねチャレンジャーは2022年大晦日にかにクレベルに干渉してそしてねベラトール史上というか UFC とかでもまだおらんのかな、まあ、フェザーライトバンタムっていうね 全人未到の3階級制覇をね、目指すパドリシオ・ピット・ブルってことで、まあどっちもね、日本人のファイターとか、あるいはまあ日本の舞台でね、戦ったファイターでもあるんでね。うん、だから日本の中ではね、メインのネムコフ対ロメロのライトヘビー級タイトルマッチよりも注目度高いかもしれないっすよね。まあ海外だと多分ね、ネムコフ・ロメロの方が注目度高いでしょうけど。ってことで、まあでもパンタム級はね、ペティスの怪我と、 パトリシオのこの階級変更によってね、すごいややこしくなってますよね。なんてったってね、暫定王者かつグランプリ覇者にミックスもいますからね。まあねそもそも、バンタム級グランプリ1回戦ストッツがアーチレッタ、とのね試合で、まず暫定王者決定戦を制してで、その後サバテーロル相手にね、まあセリニー、セッ塩分高い試合で、防衛してで、ミックスとの 試合で、ね、まあ逆にそのストッツがぶっ飛ばされたことによって、まあ、ミックスの手に暫定王座は渡ったと、うん、だから暫定王座のねベルトはもうすでに3回かけてね戦いが行われてるっていうでここでペティス対パトリッシュを組んじゃったらね王座統一戦下手したら来年以降になるんじゃないかしらっていう説もありますよねまあでも一旦その話は置いときましてまずね、まあ、それぞれの選手について話していきましょうかまずはセルジオ・ペティス 1993年8月18日生まれの29歳戦績は22勝5敗 4KO4 サブミッションまあねセルジオペティスといえばやっぱ2021年12月の堀口教授戦ですかね、まあ、直近がねその試合なんでねあの試合はねマジで日本人としてはね見るのがなかなかつらいものあるんですけど初めてですかね 初めて、堀口教授目線じゃなくて、セルジオ・ペティス目線でね、あの試合を見てみたんですよね。そしたら結構見え方が違うなと思いまして。やっぱでも1位から3ラウンドまでは、どう見てもね、堀口教授ペースだったんですよね。まあ、全ラウンド間違いなく取ってますからね。で、最後のバックハンドブロー、あれがどうしても取り上げられますけど、まあ、でも1位から3ラウンド目までもね、ペティスはめっちゃ打撃とか工夫してて、いろいろ仕掛けてるんですよね。ただでも堀口教授、 全部見切ってて、すごいなと思いましたね。ペティス目線で見ると、ペティスも結構ジャブ打ったりしてるんですけど、普通に堀内教授なんかも結構キワキワのところで全部距離で外してて、で、カーフキックもね、まあ、距離で外されるし、一、まあ、回でも当たったシーンもあったんですけど、ようよう見たらね、堀内教授カットしとるんですよね。で、組の離れ際に、最後のシーンだけじゃなくて、まあ、結構バックハンドブローとかね、いろいろね、 離れ際狙ってるんですけど、で変則的なハイキックも打ったりしてるんですけど、全部堀口教授、見切ったりとか、ガード上げて防御したりとか、かほとんど当たってなくてね、すげえなと思いましたね、ペティス目線で見ても。でもまあ、2ランド目にね、蹴り上げ、うん、なんか下からね、ペティスが蹴って、何発か当ててね、それで堀口教授の方をカットさせましたけど、本当にそれ以外はほとんど当たってなくてね。 あーでもペティスもね緻密でねずっと圧をかけてで堀口教授がね飛び込もうとしたら微妙に足の位置変えてバックステップでかわしてみたいな、うん、彼もすごい巧みな男でしたねで常に右のカウンターも狙ってるしで、うん、飛び込みにね右合わすっていうのはね絶対ずっと狙ってたでしょうねただでも右のカウンター自体はね最後まで不発ではありましたけどねやっぱ堀口はね踏み込んできてもすぐ離れるんでね うんだその場にいないんでペティスの空振りはかなり目立ちはしましたよね。でやっぱりペティス目線で見てもどう考えてもね苦しい試合ではありましたよね。まあ、1から3ラウンド目まで完全にポイント取られてるし、まあ、本来ねポイントメイクに長けた、まあ、判定で勝ち切るね戦いがうまいペティスからしても3ラウンド目までね全部ポイント取られるなんて絶対作戦の範疇からは外れてると思うんですよね。 そもそもそそんなにねフィニッシュいつも取れる選手ではないですし本当に勝ちきるのがうまい選手なんでそれでね3ランド目まで、まあ、全部取られてるんでこれやばいなってなってたとは思うんですよねなんかね、まあ、ペティスは余裕があったみたいなことをねいう意見も何回か見たことあるんですけど余裕は絶対なかっただろうってのが、まあ、正直な感想でねただでもねその3ランド目までポイントは全部取られてるんですけど もうそんんななに削られてはいなかったんですよねそこがすごいなと思って、うん。だからね、だからこそ、あの4ラウンド目での逆転ができたんだなってのはあって、うん、やっぱね、気持ちも強いっすよね、セルジオ・ペティスあ。天才タイプかと見せかけて、メンタルも普通に強いっていう。うん、普通だっていけないじゃないですか。1から3ラウンド目まで。どう考えても負けてると。で、4ラウンド、5ラウンド、もう無理やんってね、なりがちなんですけど。 やっぱ打撃でもね、そんな当てれないし、テイクダウンもめっちゃ取られるしで、それでも圧かけるんですよね、自分から。で、そのカウンター戦法を完全に捨てて、結構パワーパンチが増えてね、大振りが増えてきたんですよね。で、右のパンチはね、結局、最後のバックハンドブローまで当たる感じはなかったんですけど、左のフックはね、やっぱちょいちょい当たってて、ただでも同時にね、堀口のカウンターのパンチもね、被弾してる感じで、4ランド目入ってからね、明確になんか、どっちかが終わるような雰囲気がね。 すごいやっぱ出てるなってあって。で、そこで初めてね、打撃の有効打数もね、競り出したんですよね。やっぱ1から3ランドはどう考えても堀口の方が当ててるんですけど、まあ、4ランド用ね、堀口の方が若干当ててはいたんですけど、でも最後ね、また距離が詰まった際にね、あのハイキックからのバカンドブローでズドンと。うんうん、いや、お見事というかね、まあ、あれはね、もうすごいとしか言いようがないですよね。まあ、普通ならあのハイキックでね、一発目で当たって終わるんでしょうけど、 やっぱこの試合堀内教授の反応がずっとすげえ良くて1から3ラウンド目まで通してやっぱめっちゃ反応いいんですよねだからこそあのハイキック避けれたけどまあその後のねバックハンドブローもらっちゃったというかねやっぱ避けて距離を取れればよかったんですけどまあそれがねできなくてもらっちゃいましたよねやっぱペティスはね冷静なスマートな戦いをするタイプだと勝手に思ってるんですけど4ラウンド目はね本当に気持ちで逆転勝利をね手繰り寄せましたよね やっぱ自分からめっちゃガンガン参ったしねそれまでのラウンドはどちらかというと圧はかけるんですけどやっぱ後手に回っててでも4ラウンド目になって初めて自分から、ね、圧かけて手数も出してっていうところで、うん、そこがねやっぱ良かったっすよね、まあ、堀口のカウンターもらってね話も出てたんで、まあ、結構ボタンのね掛け違い的な部分で勝敗は変わったような内容だとは思ったんですけど、まあ、それでもねあれができるっていう。 普通にね、ペティスの生涯ベストバウトなんじゃないかなって感じしますけどね、うん。やっぱね、今はペティス目線で私語ってるんで、そんぐらい劇的な勝利ではありましたね。まあでもそれができたのもね、やっぱあのディフェンス力の高さというか、打撃でも寝技でもね、そんなに削られきってなかったから、だから逆転できたってのもありますし、それは普通に彼の強さですよね。いや、本当にね、素晴らしい試合だったな、ペティス目線で見ると。 まあにしてもね、ペティスは一発のね、殺傷能力あんまないものの、打撃のコンビネーションとかめっちゃ速いし、めっちゃうまいし、目もすげえいいし、ディフェンスも超いいんで、まあ、特に寝技の対応もね、素晴らしいんで、いい選手っすよね。なんやかんやでやっぱこういうやつがね、チャンピオンになるんだなって感じの選手ではありますよね。アーチレッタ戦もね、あのアーチレッタのなんか組とかもね、細かいステップとかジャブで刺して、あんま入らせないようにして、結局完封しましたもんね。対抗思うのはね、 アーチュレッタ戦は、確かアーチュレッタ1ラウンド目とかでね、足骨折したらしいんですよね。で、堀口戦はね、1から3ラウンドまで取られていて、4ラウンド目での逆転勝ち。かなり運使ってる気がするんですよね。ペティス、ここ2戦で。それがどうなんかなっていう。あと、ペティスの嫁か彼女か分かんないですけど、めっちゃエロそうなね、お姉さんなんですよね。本当にね、ペティスのインスタ見たらね、ちょいちょい出てきてるんですけど、本当にエロそうなお姉さんで。 ちょっと運使いすぎちゃうか、君ってのは。正直あってね。まあそもそもイケメンじゃないですか、ペティス。そういうところでね、そろそろね、なんか負けちゃうんじゃないかなってのは思いますけど、まあでも、怪我でね、戦列を離れたことによって、その分の生産がね、できてる説もあるんで、もちろんわかんないっすよね。てか、運の話とかしだしたらね、もういよいよ何が言いたいねんってなりますね。すいませんね。で、対する、パトリシオ・ピットブル。1987年7月7日生まれの35歳。 戦績は35勝5敗 11KO12 サブミッションまずね最初に皆が思うことは体重を作れるのかってことですよねまだ本人団としてはね年明けすぐぐらいからもうダイエットを始めたみたいなことなんかね SNS で言ってた気がするんで、まあ、大丈夫なんでしょうね半年以上もね期間は空くわけなんでで最近セフードとパトリッシオと、えー、パトリッキーとか 写写ってるなんか写真をツイッターでで見たんですけど確かにめっちゃ絞れてましたね。セフードよりもなんかパッと見細く見えたんで、だいぶ絞れてるんかもしれないですね。あとは35勝校入ってね、どんな戦績やね。MMA でこの戦績はマジで化け物ですよね。やっぱなんか個人的な考えとして、ボクシング、キックボクシング、MMA って行くにつれて、不確実性がね、どんどん高まるんじゃないかなと思っていて。 やっぱボクシングってできることはだいぶ狭いじゃないですか。狭いところでね、その競っていくっていう競技なんで、まあ、やっぱ実力通りの、ね、差が普通に試合に出るってことがほとんどだと思うんですよ。まあ、バックハンドブローとかね、なんか遠回し回転蹴りとか、か不意の技が基本的にはないんで、いかに相手とタイミングずらしてね、当てるかみたいなところじゃないですか。だからまあ、なんかマスタークラスになってくるとね、無敗で引退するみたいな選手も結構多いわけで。 一方の、ね、MMA は不確実性のね、高さがやっぱ半端やないと思うんで、だからこそ結構ね、負けるってことも全然起こりうるんですけど、それでこの戦績はすごいっすよね、本当に。で、そもそも身長だけで言うとね、パトリシオって165センチですもんね。ってことはまあ落とせるのか、全然。やっぱりフェザー級の試合見てみると、もっとなんかソリッドにというか、シェイプできそうな感じはしますもんね。筋肉ではあると思うんですけど、 なんでしょうね。全然絞れる余地がありそうな肉のつき方をしてる印象はあるんで。てかまあこんぐらいの年齢になるとね、結構絞るファイターも多いっすもんね。ジョゼ・アルドとか、フランク・エドガーとかね、海峡落とす選手多いじゃないですか。あと誰だあまあそんなもんか。多いとか言いつつね、ちょ、2人しかパッと出てこなかったんですけど。あでも日本人だとね、所秀雄もフライ級に落としたじゃないですか。やっぱ年齢重ねた方がね、落としやすいんですかね。筋肉がつきにくくなるのかな。 あんまあわかんないで,すけど、まあ、でもね、絞れるんじゃないですかね、全然。やっぱ増やすのと減らすのだと、減らす方が簡単ではあると思うんで。で、近年のね、パトリシオは盤石っすよね、戦い方が。なんか空手スタイルの構え方とボクシングスタイルの構え方、どっちも併用して使うというか、セフードもね、パトリシオに打撃教えてもらったみたいな記事も昔見た記憶あるんで、すごいっすよね、セフードに教えるって。でやっぱパトリシオもね、ポイントメイク、超うまいんすよね。 ずっとジリ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 圧かけて、で、相手がパンチ打ってきたら、そこにカウンターのクロス当てるっていう、まあ、あれ定番っすよね。やっぱパトリッシュはあんまりリーチが長くないんでね、今のスタイルを確立したんすかね。まあ、同じくね、まあ、フェザー級の頂点といえば、ボルカノフスキーがいますけど、やつはね、やっぱめっちゃ長いリーチ生かして、左ジャブどんどん打って、試合作っていけるじゃないですか。まあ、パトリッシュはね、リーチ短いんでね。 ある程度相手が自分の中に入っっててててきてくれなないいいと打てないっていうその違いあるんじゃないかなっていうだからこそカウンターでね頭の位置ずらして右クロス当てるっていうそういうね境地に達したんかなとかね、まあ、リーチだけ見たらね堀内教授よりもね実は短いですからねでフェザーのねなんか1 8 0センチ近い身長のやつらにも買ってきてるんで凄まじいっすよねで久々でしょうね自分と対して身長変わらんやつと戦うの キャンドラーもね、ライト級だと小さかったっすけど、それでも身長173センチとかで、リーチもね、結構長いんで、でもライト級でね、あの一戦も体格差、すごかったじゃないですか。それでもまあ、勝ちはしたんでね。でね、今回はその、フェザー級でも全然フィジカルで負けてなかったパトリッシーを、うん、バンタムに落とすわけなんで、よりフィジカルでね、勝る試合ができるっていうことなんで、うん、すごいことになるのか、それとも逆にね、原料区でヘロヘロになってるのか、 まあどっちになるのか楽しみっすよと、ね、いうことで、まあ、展開予想なんですけどお互い結構やっぱディフェンス力が高いというかねなんか鉄壁な感じはあるんで,でパトリッシュはね本当にここ最近ずっと強引に行くシーンなんてほぼないような戦い方をしてる印象でやっぱ相手にこさしてみたいなこさして自分の強打当ててみたいなそういう印象がすごい強いんでその中でもね、まあ、バーサスマッキー2では強烈なねローキックでダメージにつなげたりとか。 アダム・ボリッチ,戦では、ね、ボリッチの膝蹴りにねパンチ合わせてとかあとクレベル戦だとね組に警戒しつつ自分の打撃を要所でポンポン当ててみたいな作り方が超うまいっすよねで一方のペティスもねめっちゃ試合後者で割るんですけどやっぱ堀口戦でね全然試合を作れてなかったのは気になりますよねあれが直近の試合になるんでそっから怪我もしてるんでやっぱそんなに変わることはないと思うんでね まあでもね、堀口教授がめっちゃ強かっただけっていう説もありますけどね、今となっては。やっぱミックスがね、グランプリをえげつない強さで制したじゃないですか。で、そのミックスとまあ、5分5ラウンド、あの体格差でやりきったんで、で、ペティス戦での3ラウンド目までの圧倒ぶりを見る限り、堀口教授が単純にとんでもないっていう説もね、また出てきてるんでね、まあちょ、フライ級に転向しちゃったんでね、しばらくバンタムの堀口は見れないんでしょうけど、 やっぱあの後のね、なんか、マゴメドフとストッツのミックスに対するね、負けっぷり見る限りね、やっぱ俺,俺たちの堀口は相当なもんじゃねえってのはありますよね。まあだからね、わかんないっすよね。ペティスがね、堀口との試合で、あんまり自分のね、ペースでできなかったというべきなのか、堀口がそれをさせないレベルの化け物だったのかっていうのはね、まあ、ちょっとわからない部分はありますよね。まあでも実際、ペティスが試合をね、作れたわけではなかったっていう。 そっからの復帰戦なんで、それどうなんかなっていう。同じね、試合校者の戦いになっても、やっぱそこだとね、パトリシオの方が何枚か上手なんじゃないかなって感じはしますよね。あとやっぱ単純に、パトリシオはね、フィジカルめっちゃ強いんでね、やっぱペティスから試合を作るっていうのはね、できない感じはしますよね。ただでもね、まあ、パトリシオもマッキーとの一戦目みたいに、まあ、ハイキックをね、あんな感じでぶち当てられるみたいなことは起こりうるってのは、 証明されたんで、で、過去の試合もね、いろいろ見返したんですけど、結構聞かされるシーンもね、あるんですよね。ちょいちょいなんか危ないシーンもあるというか、ずっと盤石なわけでもないんですよね。苦しい試合も乗り越えての今なんで、まあ、ボリッツ戦のね、5ラウンド目とかも、露骨にね、パンチの被弾が増えたりとか、マッキーとのね、2試合目も、終盤のね、4号ラウンドあたり、結構危ないシーンもあったんで、だからね、パトリシオは、 ラウンドのね、序盤というか、1から3ラウンド目まではね、本当に盤石なんですけど、4号ラウンド目ぐらいになってくると、ちょっと危ないシーンもね、増える印象は結構あって、まあ、クレベル戦だとね、ノーリスクで、まあ、勝ち切りましたけど、うん、まあでもね、なんかノーチャンスではない感じはしますけどね、堀口戦みたいに4号ラウンドでね、逆転するみたいなことも、起きないことはないんじゃないかなってのありますけどね。まあでも、この試合どうなんだろうな。 間違いなく圧はね、パトリシオがかけるとは思うんですけどね、じり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 詰めてって、でもペティスはね、ジャブ打てるんで、で今確認したらね、ペティスってなんかリーチ175センチもあるんですって、だからパトリシオとのね、リーチさ、10センチぐらいあるんですよね。で、ペティスも本当に打撃上手なんで、なくはない気もするんですけどね、もちろんね、ペティスがパトリシオ、フィニッシュしてる画は全然浮かばないっすけど、うまいように戦えばね、 ワンチャンあるんじゃないかなって感じしますけどどうなんだろうな結構個人的にはねせるんじゃないかなとは思ってるんですよねやっぱパトリシオはフェザーから落としてくる分フィジカルは強いでしょうけどスピードはペティスの方が上だと思うんで、まあ、そこがどうなんかなっていうまあでもなまあでも結局殺傷能力のね違いがものを言う感じはしますけどね、まあ、ペティスの攻撃でパトリシオがねそんなダメージを負うとは思えないですし ただ逆にパトリシオの方は一発当てたらねもうなんか完全に効かすことのできるものを持ってるんでこの差がでかいっすよねでなおかつパトリシオの方がゲームメイク能力も高いんで、まあ、仮にペティスがね有効打数で上回ったとしてもダメージの幅が全然違うと思うんだよなうんやっぱ押し切られるかなパトリシオの5ラウンド判定勝ち予想でいきますなんかどっちが勝つにしてもね判定決着な気はしますけどねと言いつつねフィニッシュが起きたりもするんですけどね わかんないっすけど、お互いやっぱ、ディフェンスとね、距離感をすごい大事にするファイターなんで、そんな大きく崩れることはないと思うんですけどね。もちろんね、不意の一発が当たれば、それはわかんないっすけど、まあ、そこまでね、予想の範疇に入れるのは違う感じもするんでね、まあ、この試合はパトリシオの判定勝ち予想でいきます。そしてね、まあ、この試合に勝った選手が、バンタム級の正規王者ですけど、まあ暫定王者にはね、ミックスがおるわけで、どうするんですかね。話に上がってるのは、 7月のライジュインパンタム級タイトルマッチで戦う朝倉海アーチレッタの勝者が年末にそのベラトールのパンタム級チャンプと試合するみたいななんかそんな話もあったじゃないですかあんまり現実的ではないっすよねさすがに対抗戦する前にね統一戦先にやれよってのが筋ですし暫定とね正規王者がどっちもね試合できる状態なのにやらないなんて意味わかんないじゃないですか だからなんか可能性としてはね、まあ、今回の戦いで、勝った方も怪我して、年内もう試合できないってなって、だからその代わりでミックスがね、年末に来イに来るパターンなんですよね。まあ、それしかない気はしますけどね。やっぱミックスがね、まあ練習で怪我するとかだったらあれですけど、まあ、この前のね、ストッツ戦ン、4月でのストッツ戦ン見る限り、どう考えても試合でダメージを負ってるようには見えないんで、まあ、ミックスはなんか確実に年末試合できる状態ではあると思うんですよね。で、このね、 えー、ペティス・パトリシオの勝者,、うん、勝者がもう試合できる状態だったらその2人でねやらせないとペ、うん、ラトールのストーリーとしてはもう意味わからないんでねライジン目線で考えたらそれはどっちか来てくれってなりますけど、うん、でもそれはさすがにないんじゃないかなってのあるんでだからまあこれね勝った方が怪我して、まあ、怪我してというか単純にまあ次出れないってなってミックスがライジンに来るっていうパターンですよね。 人的に美味しいのは。美味しいというか美味しくはないのか別にでも朝倉会が買ってたらそれが美味しいっすよねで、まあさすがにペティスがね買った上でまたケガしたらもう返上せえってなりますけどね稼働率を低すぎだろうって話で割るんでね、まあ、そこら辺どうなのかなっていうでまあ個人的にはでも一番見たいのはパトリシオを食ったペティスそしてアーチュレッドを食った朝倉会そして怪物ミックスっていうこの三つどもえがね一番おもろくて興奮するんですけどね まあでも残念ながら私の予想では全然そうならないんですけどね。まあ、おそらくパトリシオが勝つでしょうし、おそらくアーチュレッタが勝つんじゃないかなってのがあって、うん、その三つどもえでね、ライジン交えても全然盛り上がらへんやんってなりますけど、どうなるんだろうな。まあ、でもそうなるとアーチュレッタがね、頑張ってくれってなるんですかね。あんまあ、でもそんなアーチュレッタにね、感情移入できないけどな、うん。まあでもね、ペディスと朝倉会に個人的には勝ってほしいんで、 うんぶっ飛ばしてもらいたいっすよね。っていうので終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。